ディズニーオンアイスに行ってきました。いやこのね代々木っていう場所で見に行くことができてよかった。ここだとねわりかしね行きやすいんですよ。で今回は35周年、初日は大雨ということだけあって靴がねびしょ濡れの状態でした。でも夜の公園に行ったので最後カーテンコールがあってそれもね見ることができてよかったです。今回はね特に素晴らしい内容でした。で公演中のカーテンコールの様子の写真を載せようかと思ったんだけれども、もし何かあった場合に責任を取らなくてはいけないのがそう、それが怖いので今回ね写真を2枚だけにしました。今回もとても面白かったです。